さてこの頃忘れやすいので昔の旅行、それを書いていきたいと思います。これ2013年なのでもう9年も前なんですけどね、秋口だからバンクーバーは雨でございました。でいつものようにこれトロントで乗り換えて、トロントピカピカのお天気、こんなに同じ国で違うなんてと思いますけど、まあ4時間半も飛行機乗ったんだから変わるのが当たり前かもしれませんけど、でここから乗り換えてロンドンに参ります。はい、ロンドンは霧のロンドンでございました。雨こそ降ってないけど陰鬱なお天気で、でこの日はねそのまま泊まって、これですサラホテルって書いてるでしょ、ここがねベッド&ブレックファーストで、ここに泊まったんです。で次の日ね、あのロンドンの市内観光をしましょうということで、出かけました。で今までロンドンよく来てたんだけど、あこのタワーオブロンドン、ロンドン島には入ってないなということで、ここに入ってみることにしたんです。まあこれはね、あの砦にもなっていて、しかも、まあ、牢屋にもなってるという、あこのおじさん私ビーフイーターかなと思ったら違うんですよね、あの人たち赤いユニフォーム、この人は門番さんでなんかスマホ見てるんですかね。あのビーフイーターっていうのはあの肉を食べる人という意味なんですけど、ジンのジン、あのジンとお酒のジンのね、瓶のところに赤い制服着た人よく書いてあるんですけど、あれは近衛兵のユニフォームなんですよ。それで特権を持ってて、どんな特権かというと、あの王様たちがパーティーを開いた後に残ったもん持って帰っていいよっていうんで、残ったお肉を持って帰って食べてたからビーフイーターと呼ばれたそうなんですね。でまあこのロンドン島ってちょっと血生臭いというかね、あのいろいろ処刑をした場所もあって、私はあのリチャード3世がお兄ちゃんの息子2人を殺したというね、そういう話が残ってるんですけど、私割とへそ曲がりというか天の弱なので、いやあれを殺したのはリチャード3世ではなくてチューダーの方の人間がやったんだろうとずっと固くなに信じているんですけど、多分これってそのうちね証明されるんじゃないかなと思うんですが、はい、一緒に行ったメンバーの一人ですが、このように写真をね写させてくれるので、 王妃様になった気分。その後私たちはシティに出かけました。シティってねイコール金融街なんですよね。ウォール街と並んでロンドンのシティっていうのは世界のうちの2つのうちの1つなんですけど、本当にあの昔の古代ローマのね植民地がまずここに作られたんですって。だからロンドン発祥の地と言われているんですけど、今でもロンドンの、本当に真ん中にある、なんかいかにもっていうような人たちがここでご飯食べてました。お昼ご飯本当にいかにもでしょ、私たち銀行よ銀行員よっていうような人たちばっかりでしたけど、でここから私たちはオペラ座に行きます。そうなんですよ、今日はねトゥーランドットってね、あのオペラのチケットを買ってあったんです。だからそれを見に行くことにいたしました。この前はね入り口まで見て帰ったんですけど、今日は中に入ってみて、これはみんなでお酒をちょっといっぱい引っ掛けるような場所、まあとても素敵なんですよ、ガラス張りでむちゃむちゃモダンで、あの早めに来てご飯召し上がってる方もいるというね。私たちはまあ貧乏旅行なのでそんなことはせず、こういうところから下を見るという。でまあこのトゥーランドットなんですけど、なんと日本の方が出演しているというね、中村恵里さんという方が結構重要な役で出てて、声も綺麗でした。そんな太ってない。まあでもここね、このオペラハウスものすごい急な坂っていうか階段が、私たち上の上の上から見てるからね、本当足ちょっと間違えたらゴロ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 っと転がっていって絶対死ぬんじゃないかというぐらいのものすごい急な坂の上の方で見させていただきました。この時私眠らなかったんですよ。なかなか面白かったしね。そうそう、だから見るんだったらあのちょっとしか出てこない人数よりはぐわっと出てきた人数の方が私には向いてるみたいですね。さて次の日です。一夜明けました。この日はこの前に行きそびれていたコッツウォルズのね旅行に参加しようということで、もう予定に入ってたんです。でね7時15分にあのピックアップするから
ホテル行っときなさいよってイビスホテルやってからはーいって私たちもそこ行って待ってたんですよ、その週ピックアップしてくれるところに。で来ないんです、全然来ない。でも仕方がなくてフロントにちょっと電話してって言って電話してもらったら、行ったけどねとか言われて、冗談じゃないって言ったら、じゃあタクシーですぐに来てって、間に合うと思うわって。でタクシー代はって言ったら、うん、うちが持つからって言われて、それって言ってね、タクシー呼んでもらって行ったのがここの場所だったんですけど、ここでねすっごいたくさんなね、あれ行き先ごとに列作ってるんですよ。私たちこのツアーの16の B なのかな、なんか それもね日本語でちゃんと添乗員さんついてくれて、ガイドさんかなのもあるんですよ。でも私たちは安い安って頼んだから、もちろん英語のなんですけど、でバス乗ったらみんなご一緒なんです。でどこが違うかっていうのは一番最後に分かりましたわ。まあそれはまた後で。私ロンドンでこう来るとね、この曲がり道のところになんかジグザグみたいなね線がギコギコギコって書いてある、あれが気になって仕方がないんですけどね。でちょっと走るともう郊外に出ました。ほんとちょっと出たらもうすごい田舎田園風景なんですよね。ここです、綺麗でしょう、何これっていうぐらい綺麗な川。この町はバイブリーという町なんですけど、ここで私たちバスを降りてしばらく自由時間をもらいます。でコッツウォルズの石の色ってね、蜂蜜色って言われてるんですけど、そうなんですよ。私この頃ね YouTube で日本の人のガーデンとか自慢のお庭とかそんなの見るんですけどね、凝った人はここから石を取り寄せて、それを自分のお庭のね敷石とかそれから壁とかに貼り付けたりしてるんですけど、まあこれ独特なもんなんですけどね。で今でもイギリスのウールってすごくいいって私たち思ってますよね。それね昔からそうだったんですって。でイギリスのウールをそのまんまフランドル地方に持っていて、フランドルで織物にするってね世界史なんかで習いましたけど、フランドルで、まあ、あの辺りでねいくら羊育てても割と湿地帯ってダメなんですって。カラッカラに乾いてるところが良かったみたいです。だからまあそれに適してるっていうのかな、すごくいい羊の毛が取れた。でなんとね羊の毛は銀にも相当したって言うんですよ。でこれ調べるためにいろいろ読んでたら、なんとリチャード一世、あの囚われの身になったね、あのリチャード一世の身の代金はウールで支払われたって書いてる本まで出てきて、ちょっと待ってよ、あれは銀何十トンとか言ってたやんって、私またこれでおかしくなっちゃってるんですけど。でここに来るまでは、まあ、ずっと牧草地みたいなところ、丘陵地が多かったんですけどね、そういうところも背の低い感じの石垣みたいなのがずっとあって、あれ囲い込み運動の時のね石垣なのかなと思ったんですけど。で私たちまたバスに乗って次の町に来ます。これがねバーフォードというんですけど、ここも可愛らしい町です。このバーフォードでお昼ご飯をいただきました。まあフィッシュ&チップスですね。でなんかアーリントンローっていうこの通りなんですけど、これは14世紀にね羊毛の産地として栄えた時に建てられたんです。この教会もそのようですね。この教会結構古いんですよ。11世紀から15世紀までかけて建築されたというんですけど、ちょっと趣あるでしょ。これお墓なんですけどね、あ実際にみんな行ってるんだねっていう風な、今も生きている教会で、なんかこのね一つ一つのクッション見て思ったんですけど、でこのバーフォード抜けて今度はねボートン・オン・ザ・ウォーターっていうんですね、コッツウォルズのベニスと呼ばれているそうです。川が流れてるんですよ、ウィンドラッシュ川っていう川ね。それに沿って、まあ、町があるんですけど、まあ、すごい可愛らしい町でした。でここも自由時間がたっぷりもらえたので、私たちねモデルビレッジっていうところに行ってみたんです。これは9分の1サイズでこの村を再現しているというね、ちょっと入場料はいりますけど、なかなかこれが面白くてね、私たちまるでガリバーになったような巨人さんになったみたいな感じなんですけど、この石がいわゆるコッツウォルズストーンって呼ばれている石ですね。そうなんですよ、これ面白かったですよ。でここでお茶をいたしまして、だってね
イギリスって言ったらお茶じゃないですか。で、紅茶とスコーンのセットを頼んだんですけど、クリームティーって言うんですね。知らんかったわとか言ってみんなでいただいたんです。本当に美味しくクロテッドクリームスコーンにつけていただきました。もう本当お茶に外れはありません。で、ここからね、しばらく走って一番最後の観光地になるんですけど、チャーチルの生まれた宮殿に行きます。え、チャーチルって王さんちゃうやんって。そうなんです、王さんちゃうんですよ。王さんちゃうんですけど、王さんみたいな宮殿で生まれたんですよ、あの人。知らんかったわ。で、私たちがなぜ他の日本人のツアーよりも安かったかというとですね、ここの入場料が入ってなかったから。で、私たち個人で入場料買わなきゃいけなかったんですけど、でも惜しくないほどの中は凄さでした。これでね、謎が解けた。あのチャーチルがなぜあんなにふんぞり返って威張ってたのか、あんなにね、葉巻をくわえて、杖もそんな大きくないのに威張ってるのはなぜか。もう王さんですもん。これ見た時に分かっちゃいましたよ。これブレナム宮殿って言うんですけどね、オックスフォードにあるんですって。で、マールバラ公っていうのが先祖なんですけどね。で、その人がなんかブレナムの戦いっていうのでね、戦果を収めたから、当時アン王女がいたんですけど、その人がご褒美としてね、王家の土地と宮殿の建築費用の24万ポンドというのをくださったんですって。これが1704年の話です。でね、宮殿と名の付く建物を王家以外で持っているのはこのマールバラ公だけなんですって。あら、まあすごい。それでね、チャーチルはね、自分の大好きだった愛しのクレメンタインっていうね、女の人がいたんですけど、その人にバラ園のチャペルでね、プロポーズしたい。まあ、それもちゃんと残ってるんですよ。で、中に入ってみたら、まあ、何ですかこれっていうぐらいね、チャペルはあるの、それから図書館はありの、なんか生まれた時にね、赤ちゃんの時に寝かされていたゆりかごに至るまで、まあそれはそれは立派なわけですよ。で、時代が新しい分だけね、やっぱり綺麗から私たちに与えるインパクトも大きいですよね。これ古いお城に行くと、やっぱりこういうものも大したことがないようになってることが多いからね。で、このビデオを作るからというので、ちょっといろいろ調べてたらね、あら、今ね、コツウォルズの方のツアー行くとき、この宮殿あんまり入ってないんですよ。コッツウォルズだけでね、4カ所5カ所回って、それでおしまいっていうのが多いですね。私たちはコッツウォルズの村を出て、ロンドンに帰るその途中でここに1カ所寄ったっていう、私この方がスケジュール的にはとてもいいような気がしますけど。で、さっきの羊毛の件ですけど、そうなんですよ、囲い込み運動ね、なんか昔習ったなと思ってじっと考えてみたら、要するに羊毛があまりにも高く売れて、それがまあ権利というかね、ギルドもそれで発生するぐらい主要な特殊産業だったので、もっともっと羊を育てたいって思ったんでしょうね。そうするとそれまではここってね、定置型、どこにも移動しない形の牧畜っていうんですか、要するに放牧しない羊の育て方だったんですって。だからみんなでベーって羊飼ってて、それでそのうんことかおしっこは、はい、ここでやってねって言って場所決めてそこでさせて、でそこを耕して次は農業に使うって、まあそんな風に共存共栄でやってたのに、新大陸発見したり東インドの方に出ていけたりして、今度はもっと売れる、拡大できるぞというのが分かったからね、やっぱり人間よく出るんですね。農地制度の改革っていうんですか、だから農業のその共同用地みたいなのやってたところ、金銭づくとか強引とか、まあそれを牧羊地にしちゃって、でも羊で行け行けって言うんで羊になっちゃったと。で、こう農民は家も土地も失って、流浪の民になって、でまあお金をもらって働くすごい底辺の労働者になってしまった、あるいはそれが嫌な人は新大陸に行くという感じなんですけど、コロンブスね、2度目の航海の時に羊連れて行ったらしいですよ。それで向こうでね、牧羊事業っていうんですか、それをね始めようとしたらしいですわ。へえ。で、だいぶ前にフォークランド諸島って、イギリスとアルゼンチンでちょっとした戦いがあったじゃないですか、領土問題でね。フォークランド諸島イギリスのもんなんですけども、
あれ木も草も生えへんような、本当になんか生えてるけどそんな大きくならないような荒れたとこなんですって。そういうところってね、すごくいい羊毛が取れるそうで、あの島は羊毛でみんな生計立ててるんですって、ずっと未だに。なんかこの YouTube 作るのにね、いろいろ調べると面白いことがいっぱい出てきてね、この年になってありがたいことだと思います。